こんにちは、S&D です。今日は3メートル四方でできて、バレーの能力も上がって、アップにもなる、ボールを使った練習を紹介していきます。この練習は2人1組で行います。用意してほしいものは、ボール2個と、このような小さいボールがあれば小さいボール2つ。なければタオルを丸めたものでも大丈夫です。一つ目の練習は、一人は開脚で座っていきます。一人はその人の後ろに立って、ここからボールを落とします。それを座っている人がキャッチする練習です。ポイントは、座っている人は上を見ちゃうといつ落ちてくるかわかるので、まっすぐ前を見て、手はレシーブを構えるような位置に置くことです。ではやっていきます。次は長座で座ってボールを投げる人は少し離れた位置にいて、そこからこの座っている人の左右どちらかにボールを転がしていきます。それを座っている人が止めます。ではやっていきます。次の練習はボールを2つ使って行います。行う人はレシーブの姿勢で構えておいて、ボールを出す人は後ろに構えておきます。ボールを2つ同じ高さに置いて、どちらかのボールを落とします。それをキャッチする練習です。ではやっていきます。次はボールを転がして、これをジャンプをして飛び越えます。飛び越えたらすぐボールをキャッチして、ボールを取って投げ手に返していきます。ボールを飛び越えたら、転がったボールは3メートルの範囲を超えない位置で、なるべく取るようにしていきましょう。ではやっていきます。次は3メートル四方の中にボールを転がして、それを取って返していきます。ではやっていきます。できたらボールを2つ使って行っていきます。ナイス、はい、次は小さいボールもしくは丸めたタオルを使って行います。これを3メートル四方の中に投げていくので、それをキャッチして相手に返していきます。では行っていきます。ナイスアイ。慣れてきたら2つ使って行っていきます。2個の場合取ったらその人のところに返しに行きましょう。
しの場所があれば体育館でも家でもできますし、ボール感や俊敏性なども鍛えられる練習なので、ぜひ普段のアップに取り入れてみてください。こちらから。また次回の動画でお会いしましょう。